はい、皆さん、トライアングルです。というわけで、今回なんですけど、ちょっとさ、いきなりやっていいかい、こちら。五条悟、ちょっと引いていいですか？だいぶちょっと溜まってきたので、で、五条悟、ちょっとやっぱり、二突にしたいということで、ちょっとまず、10連だけなんですけど、ちょっと今回こちら引かせていただきたいと思います。五条悟。これが、いや、最後にならないと思うんだけど、どうなんだろう。第4弾が来たら、これが最後になるかもしれない。第4弾こんかったらまだガチャ引くと思います。五条悟に関しては2凸まで行きたいので、ということで、じゃあ行きます。いやー、あれからしばらく一応ね、1日1回の100は引いてんのよ。それ以外は引いてないから、10連は久々。さあ、うーん、国戦が来ないと正直安心感がないんだよな。いやー、五条悟さん、そろそろ姿現してくれないですかね。いや、斬死か、斬死だっけか。コーラはもういらない。びっくりした、今一瞬変化したかと思った。斬死誰？あー、強者のターブレー。いやー、こっからも変化ないかな。ゆっくりなって、ゆっくりゆっくり、じわーっとじわーっと、パリーンとパリーンと変化、パリーンと変化、パリーンと変化しませんね。はい、というわけで、あれからですね、まあ何日か経ちまして、今14日なんですよ。まあ、13日、ほぼ13日なんですが、まあほぼ第4弾来ないということで、一応さっきね、10連引いたと思うんですが、こちらね、今回もう1日限定をこの3体引きます。これ1枚ずつで、その後にちょっとね、塔挑みます。44回かな、超鬼畜って言われてる塔があるので、それをちょっと挑む動画を実はもう撮影しております。はい、本当はね、五条先生ゲットしてさ、塔を挑みたかったんだけど、ちょっと無理そうだったので出なかったので、もうこのここで引きましょう。ここで、神引きします。行くぞ、さっこい、行くのです。ここ、経定剣、経定剣、経定剣なあ。大体基本的に単発は経定剣で黒線が出るかどうかの戦いですよ。再現1日お得パックにゃ。いやー、実はさ、4日ぐらい前にね、毎日僕これ1日限定やってんだけど、この3枚中2枚がね、国戦だったことあるんですよ、単発で。でもどっちも斬死だった。だ、 SSR キャラまだ見てません。いけったー、その前よ。最後もう一回、ごめん、サービス使っちゃう、ごめん、紫、ない、消えてけ、消えてけ、消えてけ、まず消えてけ、やつを、消えてけ、やつを、ダメだ、ほっと。そんな簡単にはこんか。はい、というわけで、44、本当に超鬼畜な、かなり難しいステージだったので、まあよかったら、ちょっと今から見ていただければなと思います。相当、長い戦いになりますので。ぜひご覧ください。それではどうぞ。無限回路44回、もうここがね、もう結構言われてるんだけど、ガチできついと。正直ここでなんか積んでる人が結構いるらしいので、僕もね、実はもう2回挑戦してます。で、2回やって負けてます。で、ちょっといろいろ考えて、ちょっと今回、一応これ蝶々さんね、これがね、まあ、毒や暗黒、この暗黒がねきつすぎる。暗黒って、技としては、2ターンごとに敵全体に暗黒効果が付与してくるんですけど、そのね、暗黒ってこの近距離が一定確率で外れるみたいな技なんだけど、今んとこ僕 100% 当たんないですね、近接攻撃。まあでも一定確率だからね、かなり低いと思う、 10% とかそんぐらいだと思うんだけど、ほぼ当たってないです。たまにね、なんかダメージゼロの技は当たるみたいな、そんな感じ。うん、でブレイクしていない間、自身に被ダメージ 90% ダウン付与ということで、ブレイクはしていかないといけないねっていう感じですね。はい、で、しかも回避もしてくるんで、回避状態でようやく回避が2ターン、2ターンかな、なんか回避なんだけど、切れたと思ったらちょうど暗黒してきてみたいな、ずーっともうダメージを与えられないみたいなことが出てしまうので、今回は、でしかもね、周りのさ、こいつもね、引きつけなんすよ。だまずこっち倒さないといけないじゃん。引きつけてくるから。で、だからブレイクも早々にできない。だから、影五条先生、今回きついんですよ。この、あ、でもどうなんだろう。影五条先生で一回やってみるか？
90% でも吹き飛ばせたりしない？これちょっとさ、影五条線入れてみるか。このパーティーで行ってみようかなって最初思ってたんですけど、ここじゃなくてちょっと影で行こう。いやでも多分ね、きつい気がすんだよな。一応まあ、ゲトーすぐる、ゲトーか、ちょっと待てよ、まあ、ガークちょ、いつあのね、全く同じパーティーばっかになっちゃうから。でね、あのでも40何回後半クリアしてる人って基本的にあの違う戦い方してるんですよ。もうだから僕もちょっと積んだらそれやろうかなって思ってる感じだけど、まあここはもう火力重視ぶっぱでいくか。もう大火力重視ですね。で一応いつもの願いだけ7ターンちょっとあの五条先生がひたすら打つまではちょっと耐えないといけないので、でね、これできればなんだけど、どうしようかな。火力重視はいきたいよな。消化一心早めに打つとしたら、もう消化一心、もう消化一心するか。これでも回復ないのさすがにきついか、その後が。いやもう行こう、これで行くわ。でここは当時だね、あのデバフ無視できるんで当時で行きます。で同期練習、これでどうだい、行けたりしないかい。それでは皆さん、あのね、意外となんか五条先生さ、ブレイクなんか無視してるっていうか、あれかな、割った後にダメージ入るみたいな計算なってるのか分かんないんだけど、なんか 80% の敵でもね、結構一撃でパーンってやったりするから、うわそれにちょっと期待するしかないな。呪霊操術オツはまだ打つ、いや打ってもいいか、いや4ターンでしょ、まだだな。でもどうせ引きつけられるんだよな。もう一回打っといて、いやでも打っといて4ターンでしょ、絶対4ターンまで持たん。見ててごらんで、とりあえずまあこっちた、ここは正直なんでもいい、どうせ当たんないから。とりあえず当たんないんで、当たった、一定確率きた、ほぼ当た、痛いな。出た、暗黒をやってきます。どうしよう、追い風更新で、どうせこれだよね、そうだよね。でも体術下げときたいな。いやでもこうする。でここ楽しくなってきた、火力上げるけど、でもこれゲトーのさ、多分あのデバフかかんないよね、1回ぐらい。いや回避状態入っちゃったな、これ無理だな、当たんないですね。あと2ターンだっけ、あと2ターンの間回避するから、残念ながら、じゃあゲトーじゃない方がいいな、これ。ちょっと待ってね、これゲトー、まあいいか、とりあえずゲトーでいいや。どうせこれ当たんない、当たんないよね、当たらんな。じゃあ楽しくなってきた。まあいいや、このあと影五条先生が打った後にちょっと考えよう。このゲトーが活躍してくれることを祈って、はい。暗黒引きつけ、これ関係ない、引きつけいいですよ、これは何でもいい。やばい、毒がまずい、いや毒まずい、どう、無理か、これ無理だな、くっそ、ゲトーがやられる、ゲトーがやられます、どうしような。これちょっと待って、本気で考えなあかんわ。ここでゲトはちょっと無理って分かったから、ゲトじゃないキャラクターで、まあ、ちょっと今回このね、ここのステージのちょっと恐ろしさを今見ていただくみたいな感じになる。あーやっぱブレイクまではいけるんだよね、やっぱりこれ影五条先生でブレイクして、でだから回復を入れた方がいいかな。これね、毒ダメージでもやられるんですよ、実はこれ。あとでこれ今暗黒入ってるから呪骸大進撃当たりません。でぶった切りでいいかな、ぶった切り、見ててごらん。でどうかなこれ、風なぎ絶対当たんない、ぶった切り、あえ回避入ってる、え暗黒入ってんじゃん。ちょっと何やってるんすか、これ暗黒入ってる、毒か、毒のターンがあったのか、あそこ毒マークだったか。呪骸大進撃これで当たるか、これで当たるよな、当たる、ぶった切り、見ててごらん、どうだ、追い風からの呪骸大進撃で当たるよね、オッケー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 、当たって、でぶった切り、見ててごらん。いやーさあ復活してきたぞ、火ダメージが 90%、 うんふん、どうしようかな、これ必殺は、いやこれもう打っちゃおう、ここでももちゃんやられたら元も子もないんで、これね、天の坂をこで、いやーぶった入りかな、ダメージ無視していこう。で見ててごらん、いやーでもこれで影五条先生がもう退場ですね、可愛く叩き直す。でブレイクまでワンチャンすればぶった切り、見ててごらん、オッケーオッケーオッケー、いいよこれは。あーでも毒で、あー五条先生さよならバイバイ。でも必殺技たまればこれワンチャンあるぞ、
ぶった切り、火力上げる、キック、ぶった切り。これどう、あ、回避入ってんのか。いや、でもこれ回避ってあれだよね、単体しか狙わないとダメだから、これ多分入るよね、これ。え、入るよな、これ。ちょっと待って、暗黒は、いや、やめとこう。ぶった切り、いや、これ必殺技飛んでくるか。ぶった切り当たんないもんね。にゃん、ここで、うわ、回避、回避はでも関係ないはず。全体攻撃だけだ、単体にしか。だからこれ、これでも単体になんの、全体攻撃だよね、これ。全体だよな、全体。どうだ、全て問題なし。ああ、全然食らわねえ。 90% 入ってるわ、うへい。うーん、こういう感じなのよ。でも最初のゲトウがあれだったことない？最初のゲトウを変えれば、え、これゆうきくん、ゆうきくん、いやー、どうなんだろう。おっこつくん、とりあえず、いやー、めっちゃ悩むねこれ。ちょっと待ってる、考えるわ。影鳥くん意味ないよな多分。でもゆうきくんかな。で、火力重視にして、で、紹介しないと五条先生が早めに打てないから、必殺技早めに打ってほしいってこと考えると、もうこうかな、こうするか。で、体術で、これね、必殺技あんま意味ないと思って、払う仕事でいきましょう。うん、これで回復役もいるでしょ。回復はこっちがいいな、なるべくももちゃんは生き残ってくれるから、これがいいと思うのでね。規格外で必殺技すぐ貯めて、紹介一心で、だから3ターンぐらい、4ターンぐらいでも赤打ってもらってって感じかな。で、いや、でもどうなんだろうな、これ、ゆうきくんよりななみんでバフがけ編成もありっちゃありか。この後のことも考えると。いや、でもゆうきくんのがあれだよな、常に最初からもうバフをかけ続けて、早めに周りの敵を倒せるから、ちょっとこっちで行ってみますか。わからん、ちょっとこれに関しては。耐久パとかじゃ厳しいと思う。いや、でも耐久パじゃ無理だよな。だから影五条戦はいる、影五条戦はいるとして、うん、磁力支援、うん、まあ見ててごらん。まあ、まずこっちに攻撃できるかな。最初できるよね。 OK、 いいよ。追い風、更新の導き、磁力支援する。で、見ててごらん。あ、いいよ、ブレイク率いいよ。で、毒、わー、早めに毒来たなー。で、引きつけられる、ここから。で、引きつけられるとしても、ここはもう関係ないから。防御結果まだ打たない。楽しくなってきた。とりあえず、これ2ターンで、早々に赤打っちゃう。あ、でも待って、呪連素術。いや、でもまずね、あれだな、呪連素術は後で打と。いやー、2回攻撃はでも、これまずいな。これ回復使います。回復使う。でもこのおかげで、呪連素術次のターン打てるようになったな。ゆうきくんが2回攻撃受けたおかげで必殺ゲージが溜まったんで、溜まるんで。オッケー、溜まった。で、相手ね、最初2回、頼む。やばい、オッケー。で、これ引きつけてくるから、攻撃は来ない。よし、オッケー、呪連素術がこれで打てる。追い風、ここ使う。呪連素術からの、赤。これで、周りの敵と、さらにブレイクまで持っていけるんで、さらに、火力も結構高いんじゃないか、これ。バフをマックス掛けしてるから。術式判定、赤。これでどんぐらいまでいく？パリン。あー、ここか。やっぱりこんぐらいなんだよな。そんなにやっぱり、あれか。まだブレイクはできた。やっぱ呪連素術はあれか。待って、呪連素術残しとこう。これ。今後。次、もしやるとして、もう一回やりたい、これ。こうする。当たんないから、どうせ。で、見ててごらんで、この時に呪連素術した方がいい気はするわ。火力はほぼ変わらん。ブレイクできるから、ブレイクした後のこの火力。この火力が 100% 上がるから。あ、待って、これ、呪骸大進撃の方がよくね？これ、ちょっと待てよ。呪骸大進撃か？ちょっと待て、いや、まだ。磁力支援、そうだね、これ、それ呪連素術で 100% 上がったらいけんじゃないか。パーンで、あと次のターンまである。もう一ターンあるよね。これまだ帰んないよね。追い風、ここで呪骸大進撃、
あまり特に関係ないけど一応紹介一新しとく。攻撃見ててごらん。いやいけたなこれ。いやでもまだいけるかもしれん。まだワンチャンある。あーバカ。そういえばこのごめん、あとよろしく。そういう感じね。準備できてるから。ここ入ってたよ。マジでちょ、なにしとんや。いやこれとりあえずこれ使いましょう。暗黒の入ってないよね。暗黒入ってないんで、これ一応、ね、2ターンなんで、これ可愛く叩き直します。必殺技打たれると厄介なんで。いやマジでさ、うわ一応これ呪連素術して、待って、でも可愛く叩き直す先に優先されちゃうよねこれ。呪連素術打ってもじゃあこっちかな。 うわマジか、完全にやらかしたなこれ。意味ないねこれ。切り笑いしとくわ。いやーま天野坂子ここ授業を始めよう。 うわーこれ全体攻撃だから当たるで、スタンナイス、スタンはありがたいで、ここはまあ無視、あのスキルで次必殺技飛んでくるでしょ。で結城くんがここでお役御免になるから、最後ちょっと呪力支援だけしとく、しとくか、まあしなくてもいいんだけどね。ここ回避なんで何やっても関係ない。切り払い。さあさっきのあの更新の導きのミスはとんでもなく痛かったんじゃないかな。で学長が毒ダメージ、あー毒ダメージないか。でちょっと待てよ、今暗黒がどこに入ってる。なん入ってないね。追い風、更新の導きで、暗黒は入ってないよね。暗黒入ってない。これでぶった切りで、いや天野坂岡ぶった切り、どっちだ 200%。いやでも火力の方がいいでしょ。いやどうなんだ、どっちの方がブレイク入るんだこれ。ぶった切り、いやー天野坂岡の方が良かったかこれ。いや毒でやばい、次のターンやられちゃうで、暗黒入る、回復入ります、更新これ関係ない、何やっても意味ない。回避2ターンはきつすぎんこれ。そうダメだー、くぞー、あー学長がやられる。なんとか奇跡を起こせ。天野坂を打つか、必殺技でも関係ないなこれ。ブレイクすればワンチャンあるかこれ。ブレイクすればワンチャンある。でこれでも暗黒入ってるよねこれ。暗黒入ってるよな。みんな頑張って。はい、いや全然入んないわやっぱり。あの切り払いのがいいっすねこれで、毒でやられちゃう。任せろ。これ必殺技やっても意味ないんでぶった切りですね。必殺技 90% カットされるんで、ぶった切り、じやめて、じやる。うわー毒がきつい。任せろ。ダメだー、くそーダメだー、勝てねー。わーここで回収しとけよ。考えた結果ですね。考えた結果これです。僕がたどり着いた結果は、はい、これだよな。五条先生を実は僕今育てました。はい、グレードをね、ちょっと待てよ、どこだ、五条先生どこ、影五条先生、あれあ、いたこれ今ちょっとカットしてる、カットっていうかここ全部開けました。めっちゃもう使っちゃったけど、これもうしゃあない。これ開けて、でレベルも101までか。そうだよな、あんま上がんないんだよね。いやでもこれでどうだ、火力ゴリゴリ上げたよ。楽しくなってきたわ。ちょっと使いたくないが、見ててご覧の火力上げる、ここの火力を上げるしかないね。はい、これでどうだ、これならさ、もう単純に影五条先生を育ててなかったっていうところがあると思うので、でも本当にガチで行くんだったらさ、もうここを火力上げていこうかなって。これの並び替えで呪連、いやでも関係ないんだよ、いや
違うんだよ、必殺技の後なんだよな、火力がいるのは。だからここはいいわ。いやでも 25% いやでもこれでいいか、いけんのかこれで。いやもうただ単純に呪錬素術は後でいいっていうのと、でもなこれ割った後にさ、ブレイクの時に3体目のキャラクターで攻めたくない？これ無理か、これでいってみよう。で、あの割った後にゲトウが術式下げてって五条先生が通常攻撃を打っていく。だから基本的に必殺技前は何しても関係ないから、とりあえずゲトウスグルを耐えよう、生きよう、生きよう。でなるべく一旦目こうだな。でこれやって呪錬素術こう一応、いや打つ必要ないね、こうする。でまあ最初のターンは何でもいいですわ、どうせ当たんないから。で攻撃見ててごらんでしょ。でまあ回避状態になってくるので、もう絶対もうこれでゲトスグルが蝶々さんに攻撃することは不可能なんだけど、でもそれはそれでいいのよ。ブレイクした後にそのゲトスグルたちが頑張ってくれればいいので、これで次のターンがここで全員耐えろ、ここ耐えれば耐えれるはず。 OK ナイス。あーまあここじゃ回復使おう、ここ回復使います。回復して追い風更新、ここも攻撃でいい。で楽しくなってきた。でここで相手は引き付け2回しかしてこない、周りの敵はね。そうなると蝶々さんの攻撃しか来ないから、オッケーオッケーオッケー、いいぞ。まあでも毒食らっちゃうんだよなこれ絶対、確定で。で、まあ、まだそんな強くない定数ダメージだから大丈夫。でここでも使います、2ターンだよね味方全体。いやでも割れるかな、いやでも一応無理よね。だから攻撃でここで赤をまず打つ、打ってからブレイクできるよね、さすがに今さっきの感じだとブレイクできるんで。でこっからゲトウがずっと術式下げて五条先生が攻撃し続けるっていう。オッケーオッケーオッケー、まあそうここまでは一緒よ、どんだけ呪錬素術やろうか関係ないから、ここまではこれでいいんだよ。で可愛く叩き直すはまだ後でいいよな。ブレイク中でも必殺技打ちたいね、一回打っとこう、これ火力上げよう。可愛く叩き直す、で更新でこれで暗黒入ってる、暗黒は、あー入ってるな、入ってるんでここはまだ打てないっす、こっちで。いや渦巻き、いやちょっと待って、これコア当たんないよね、遠隔だから暗黒入ってるんで当たんないから見ててごらん。ここまでちょっと、もう本当はここで暗黒っていうか磁力下げたかったなー、ゆーんで見ててごらん、いいぞ追い風。これ呪骸体進撃どう、暗黒入ってる、入ってないね、 OK これで撃てる。でこう OK、 これで火力だいぶ下がるんじゃない、呪骸体進撃パン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 からの呪霊操術こうで術式下げる、見ててごらん、もうちょいもうちょい、でもここで火ダメージダウンが復活してくるんだよな。いやこれ下げる、下げていこう、下げていくわ、これ下げていきます。で見ててごらん、この次のターンで倒れちゃうけど、下げるから 90% ではないんだよ、だいぶ今下がってるはず、腰の道。あでもダメだ、暗黒入ってんじゃん、はっ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 、残り100万渦巻き、これ当たるよな、もうこれもう渦巻き打つしかない、術関係ないもん、回避は別に回避あったとて、問題は暗黒だな、暗黒、あ OKOKOK、 でも打つしかないわ。だってこうだ、こうは体術と術式を下げるでしょ、関係ないもん、こっち行こう、みんな頑張って、火力を少しでも火力出せ、攻撃渦巻きなんとかしてくれ、全然入んないんだろうけど、10万ぐらいでもダメージ入んねえ、よしブレイクナイス、これいったか、いったな、あいったー、うっとうしい、早い、あぶねえマジで、あーよかったー、ありがとうゲト
やっと勝ったわ。いやこれきつかったな今回の。今までで一番苦戦した。本当にマジで苦戦した。ということで45回怖いんだけどもうすでに誰デッドモール編かなんかの敵でしょこれ。いやでも正直ささっきのが難しすぎるからこれね多分簡単だと思う。わかんないけどちょっと周りに敵がいるのはちょっと怖いけど磁力を吸収。あでも確かこれ必殺技の時しかしてこなかったよ確かこれ。通常攻撃の時にはしてこなかったと思うから必殺技の時になんか呪力を吸ってくるみたいなそんな感じじゃなかったっけ。でこれが相手にダメージダウンの呪力付与や呪力を減少させるなど妨害効果を対応する。そんななんかね強くなかった気がするんだよね。バトル開始時に自身にデバフを必殺技に敵全体にスタン効果。ああそれ厄介だな。味方に、呪力自身にまあさっきの蝶々さんがさちょっとやっぱエグすぎんこの蝶々さんちょっとエグかったと思うんだけどね。引きつけこの周りの敵も厄介だしさこれマジできつかったよ。何だったんだこれは。悪夢かな。